こんばんばは高野雲です今回は9月14日のジャズということでご紹介したいのがですねギタリストケニー・バレルのリーダー作ブルージー・バレルという素晴らしいアルバムをご紹介したいと思います。レーベルはプレスティッチ。 これはですね、コールマン・ホーキンスが参加しているということでも、名盤の誉れ高いアルバムなんですね。えー、メンバー紹介します。まあ、パーソナル、参加パーソナルですね。えー、ケニー・バレルがギターです。曲によってはアコースティックギターも弾いてますね。なかなかいい感じです。で、コールマン・ホーキンス。これは全曲参加しているわけじゃないんですけれども、全部で4曲かない。最初の曲と、あと4曲目。 えー、5曲目、7曲目、特に4曲目のね、モントのブルースなんて私好きで、まあ、これは後にちょっと解説回したいと思います。で、えー、ピアニストがトミー・フラナガン、ここにも出てきましたね、いいですね、トミー・フラナガンね、相変わらず堅実で素晴らしいサポートをしております。でででベーーースがですねメイジャーホリーで えー、ドラムスがエディ・ロックですねエディ・ロック・ジョー・デビスじゃないですよエディ・ロックねで、えー、レイ・バレットが今ガで参加している曲としてない曲がありますまあほとんどホーキンスさんが参加している曲と被りますねでこれはですね1962年の9月14日に録音されております で本当にです、ね、穏やかなムードで本当バーのカウンターでしんみり聞くには本当に素晴らしいでケニー・バレルの,このとろけるような音色がですねあとちょっとやっぱ都会的なフィーリングをたたいているこうブルージーなギター奏でるじゃないですかだからおそらく多くのジャズにあの初心者の方がねジャズに抱くイメージをすごく わかりやすく具現化しているのがケニーバレルの音色でありフレージングなんじゃないかと少なくとも私は思うんですねなんとなく漠然とジャズギターってこんな感じのギターなんだろうなと思い描いていたものとドンピシャで当たったのがですねそうそうまさにこれが私が思い描いていたジャズのギターだーって思わせてくれたのがケニーバレルのギターだったんですけれどもまさにこの艶やかな音でちょっとダークでブルーなムードも叩いているとで旋律もですねものすごく早引きした たりりとかかしないいんですすすけれどもすごく説得力のあるあの分かりやすい歌いやすい旋律なんですね歌いやすい、まあ、こっちが聞いているこちらも一緒に口ずさめるようなわかりやすい旋律なんですけれども、まあ、シンプルでありながらもですね非常にセンスのいいフレーズなのでなんかかっこいいなって思っちゃうんですね純粋に。で音色、ね、もほんと艶やかでこうね。 ムード満点ですよね。音色もいい音色なんですよね。もう、四角なしって感じですよね。だから私はあのブルーノート系のギタリストだとグラント・グリーンが好きなんですけれども、まあ、ブルーノート系って言うと変ですけど、まあ、ブルーノートにたくさんね、レコーディングを残したギタリストで、まあ、やっぱりヒットに挙げられるのがグラント・グリーンであり、 ケニー・バレルだと思うんですけれどもケニー・バレルをたくさん聴いてケニー・バレルいいなと思ったからこそ私のジャズ感の中のジャズギターのもう中心点っていうのがやっぱりチャャーリー・ーリクンとケニーバレルなんですよねで真ん中にあってケニー・バレルよりちょっとやもったいなとかね例えばタイニー・グライムスとかねケニー・バレルよりもっとしゃかり気だなみたいなのとかね だからケニー・バレルよりもっとバップっぽいなバーニー・ケッセルみたいな感じで本当にねケニー・バレルとかチャーリー・クリスチャンっていうのが本当にあくまで私の場合なんですけども私のジャズギター感の本当中心軸なんですよだから無意識にケニー・バレルよりみたいにこう比べちゃうようなところがあるんですねだからこそあの私がグラント・グリーンが好きになったり言うたらケニー・バレルよりや暮ったいなケニー・バレルより芋だなケニー・バレルよりルよコテッとしてるなみたいなね まあ今結構ネガティブなことばっかり言ったんですけどそのネガティブ一見言葉にするとネガティブかもしれませんけれどもそういうねあのネガティブなところは私好きなんですネガティブというかそ野暮ったいところコテッとしたところ芋っぽいところあとしつこいところくどいところ同じフレーズをタララッタララッタララッタラって繰り返すじゃないですかだからそれケニーバレルよりも野暮ったいケニーバレルよりもコテッとしてるケニーバレルよりもくどいみたいなねそういう理由でまああの やっぱり対比としてですねグラント・グリーンがより一層好きになったのはケニー・バレルをね聞き込んでいたからだっていうことがあるとは思うんですけど、まあ、もちろんねその中心軸であるケニー・バレルは私ものすごく好きですねそれでその私にとってもジャズギターを体現しているかのようなケニー・バレルさんにあの大御所コールマン・ホーキンスもセロニアス・モンクの大先輩でもありソニー・ドリンズの大先輩でもあるですね もう大御所で貫禄たっぷりのコールマン・ホーキンスが絡んでいるんで、もう言うことなしの大人のムードですね。それで、私、このアルバム気がついて、ますますコールマン・ホーキンスが好きになりました。と同時に、スタンリー・タレンタインっていうね、テナー・サック奏者もますます好きになりました。っていうのは、ケニー・バレル、スタンリー・タレンタインって出た時点で、まあ、ちょっとジャズに詳しい方は、にやりとされたと思うんですけど、そうなんです。ケニーバレルの リーダーダにミッドナイトブルーってあるんですよねブルーノートから出ているんですけどこれには、まあ、同じような編成でですね、まあ、ピアノは確か参加してなかったと思うんですけれどもあのコンガとかも参加していたりとかしてですねですごい渋いアルバムがあるんですよミッドナイトブルーってでそれでテナーサックスで参加しているのがスタンリー・タレンタインなんですねで思いましたよ私あのミッドナイトブルー聞いた方が先だったんですけれども ミッドナイトブルーをすごく頭の中にすり込まれた上でこのブルージーバレルを聞いたんですねそうすると、まあ、例えばですけれどもね「モントのブルース」って先ほどちょっとあのこれがいいみたいな話しましたけどモントのブルースの例えばコールマン・ホーキンスのテナー・サックスのフレージングとか音色とかちょっと節回しが。 スタンリー・タレンタインにすごく似てるんですよね。というよりあのミッドナイトブルーのスタンリー・タレンタインにと被るんですよねおおって思うんですよね。でもでもよく考えてみるとコールマン・ホーキンスの方が先輩じゃないですかだからスタンリー・タレンタインまあもちろんねホーキンスの影響は濃厚に受けてるってことは活字の知識では知っていたんですけれども音で体感しましたね。結 コールマン・ホーキンスの影響をすっごい受けまくってるんだなと思いましたねミッドナイトブルーのスタンリー・タレンタインとお聞くとですね。というかあの2人ともこう男らしくワウワウワウって吹くじゃないですか。で より一層ですね、この田舎っぽいというか、タフで男っぽいみたいな感じがするのが、スタンリー・タレンタインの拳回しなんですけど、私、それ大好きなんですけどもね、そのタレンタイン張りのちょっと大げさで、少しちょっとやぼったい感じの、わおわおわおを吹いてるんですよ、本当のブルースで。<laughs> だから一瞬ですね、錯覚しちゃいますね。あの コンガも参加しているってこともありでケニー・バレルも参加している一瞬ミッドナイトブルーを聴いているのかと思ったぐらいなんですよねそれぐらいですねやっぱほんとテナー・サックス奏者のやっぱテナーの父と呼ばれるだけありますよね、まあ、こうまあホーキンスよりもねもっと影響力あったのがレスター・ヤングなんですけれどもねまあ、主にレスター・ヤングはやっぱりねスタン・ゲッツだったりとかアルコーンだったりとかまあ ずっっととシムズだったりとか、まあ、あの白人系がが多いような気がしますね黒人ももちろんあのレスターの影響を受けていますしまあ全部が全部100%レスターの影響を受けているとか100%ホーキンスの影響を受けているっていうことはありえないんですけれどもね、まあ、レスターの影響がより強く受けているとかねよりホーキンスの影響を強く受けているっていうような感じではあるんですけれどもレスター・ヤングの場合は すごく流麗でスムースなあっさりとした良い意味でねフレージングはすごく白人に受け継がれているなって感じがするんですよメロディアスで流麗に奏でるって逆にコールマン・ホーキンスの場合はちょっと重量感があってコテッとした感じまあいわゆるこのワオって感じそういうのが黒人テナー作奏者に上手に受け継がれているような気がしますね。それを如実に感じさせるのがやっぱり 私はソニー・ドリンズもかなり影響を受けてると思うんですけど、ねまあ、ある時期から結構その影響圏から脱してオリジナルなフレーズあるいは瞑想してる期間もあったりもしますけれどもねやっぱりソニー・ドリンズにとってはコールマン・ホーキンスは大の大先輩であるアイドルだったんで濃厚にもちろん受けているのは当たり前なんですけれどもそれ以上にですねこの雰囲気みたいなもの 音色だったりとかその音の端々から出るですねこう,うわーっていうちょっとした鉛みたいなものそれはかなりタレンタインはホーキンスから影響を受けてるなってことを思い知らされるアルバムでしたね。なのでもちろん私ブルーノートの ミッドナイトブルーは大好きなアルバムなんですけれどもってことはそれとちょっと掃除系なイメージのあるねこのブルージー・バレルも嫌いなわけがないでしょうって感じ両方とも素晴らしいぞとで相乗効果であのミッドナイトブルーがより好きになればこちらのブルージー・バレルもより好きになれますしブルージー・バレルに親しむようになればあのミッドナイトブルー聞いたことがない人もスッと入っていける世界だと思うんですよね。 だから、まあ、もしかしたらそのケニー・バレルが持つその真夜中のムードちょっと艶やかで都会的なムードちょっとブルーな憂レイを含んだギターの艶やかな音があるからこそスタンリー・タレンタインやコールマン・ホーキンスのテナーサックスがより男に聞こえちゃうのかななんてそういうふうにさせてしまう磁力魔力みたいなものをもしかしたらケニー・バレルのこの色気のあるギターが。 そ想像たくましくする今日この頃であるんですけれどもまあもちろんそのモントのブルースだけではなくてですねあのアイソートアバウトユーなんかもいいですしその次の曲のねあとアウトブ・ジス・ワールドなんかもちょっとあのリズミックな感じ私好きですねでやっぱり1曲目なんかも面白いですこのアコースティックギターでケニバレル弾いているのでちょっと今まで聞き慣れていたケニバレルとはちょっと違う ムードから始まるるんんでですすねねってなるんですよ、ね、それで程よいところでコールマン・ホーキンスがおおって入ってくるんでおお、くりゃたまらんなーって感じですね。ほんと聞いててとろける気持ちになっちゃいますね。なので、本当に夜、これは聞くといいと思います。これもまさにもうミッドナイトブルー、別テイクとアナザーミッドナイトブルーって感じが私はしますね。 で,すので大のおすすめですのでもういわゆるもう典型的なジャズのムードですよね多くの方がイメージするまだちょっとジャズに入門する前の人でもジャズっていうと思い描くあの景色というか音があると思うんですけれども、ね、バーだったりとかちょっと夜のイメージハードボイルドとかね、まあ、ちょっとベタなイメージかもしれませんけれどもそういうベタなイメージをかっこよく体現化してくれているのが。 体現化っていうのはないか、体現しているのが、このブルージーバレルというアルバムだと思います。おすすめです。ということで、今回は1969年の9月14日に録音されました。プレステッジレーベルのブルージーバレルというアルバムを9月14日のジャズということでおすすめいたしました最後までお聞きくださいましてありがとうございました。